こんばんは、速稼塾の久保です。億万長者画商をご覧の皆様、ついにね、こう素晴らしいカメラで今動画撮ってますけども、音声の方いかがでしょうか？画像の方はいかがでしょうか？背景軽くボケてませんか？何ですか？はい、大和くんが邪魔をしに来ました。まあ、今回はね、ビジネスネタとか儲けネタとかあんまりないんですけども、これカメラはね、いくら高性能にしても確かにね、アクセスが急に良くなったりとかはないですね。まあ、ただね、音声聞き取りにくいと離脱ってのが結構あるんですけども、この度それはなくなったのかなと思います。離脱しないでくださいね。だから動画って最後まで見られる動画ってのがいい動画っていう風に今判断されるその要素の一つなんですけどもね、タイトルとかサムネイルで釣られてみてもなんだってことで途中でね、脱落っていうか離脱してしまうと、その動画はまあちょっとあんまりいい動画じゃないよと、つかみだけだよっていう風に判断されてしまうんですよね。まあ、だから動画っていうのは最初から最後まできっちり見られた方がいい、プラス長い動画の方がいい動画だという風に、まあ、Google は感知するんだろうなと思います。まあ、ただね、そういう風なね、狙った動画を私吉谷さんはいちいちやんないんですよ。これもともとこの億万長者合宿って吉谷さんと私のやり取りなんでね、特にその辺は気にせずにやっていこうかなって感じですね。はい、で今日はね、大和くんの紹介します。大和くんはね、11月11日が誕生日なんですよ。ほら映ってるね、大和くんね。まあ、ですんで、もうすぐね、もうあと2、3週間したら1歳になるんですよ。すごいですね、1歳。大和くんが0歳から1歳になるまでにたくさんのことを覚えて、でたくさんのね、成長を見せてくれました。おお、どうした、バイバイしてくれるの、すごいね、バイバーイね、その1年の間に私たち、まあ大人はね、どんな成長進化をしたのかなっていうことを考えると、ちょっとね、人生を後悔してざるを得ないかなっていうところが私はあるんですけども、いかがでしょうか。まあ特にね、なんかその失敗したビジネスにいつまでもいつまでもこだわって、そのビジネス、失敗したビジネスを取り戻そうという活動がなかったり、何かをやったんだけども取り戻せないっていうのは、ちょっとね、実際はそのビジネス、その失敗したビジネスっていうのは本当の失敗だったかなと思うんですよ。むしろビジネスで失敗するってことはその中から学んでね、さらに強固な自分が出来上がるものだと思うんですよ。それはいろんなことにも言えます。人生でもね、恋愛でもね、振られれば振られるほど強くなるみたいなね、感じになっていかないといけないじゃないですか。私はね、たくさんの会社を潰してきましたけども、おかげさまで今やってる会社はどうもね、潰れそうにないかなと。この感染症の最中でもね、売上がゼロなのにダメージがないというね、不思議な会社になっておりますね。ほら、ちょっと張り切ってるね、大和くんね。ということでね、以前吉谷さんがユニバくんっていうのね、こうやってわーわーってやってましたけども、私の方は大和くんっていうのね、わーわーってやってね、今回の動画にさせていただきます。こういうふうにね、意味のない動画を流しながらも、でも動画は一本ですからね。だから変な動画上げるなっていう人は、自分で動画をね、たくさん上げた方がいいんじゃないかなと思いながらまあ、億万長者合宿、もうちょっと、もういいよ、はい、はい、終わり、じゃあ、いってらっしゃい。